のんびりコロコロ家族、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回は10月に行った和歌山旅行をお送りしたいと思います。この旅行は夫の両親も一緒ですので、キャンプではなくドレドレビレッジというところで宿泊します。ドレドレビレッジは白浜の方面にあります。今回は行きませんが、白浜町にある白良浜という海水浴場があるのですが、3年前に行った時の白良浜の写真がこれです。綺麗な海水浴場なので、ぜひ一度行ってみてください。ただしペットは禁止になっております。他にはアドベンチャーワールドも有名ですね。途中、紀の川サービスエリアでトイレ休憩とコロスケの食事とドッグランで運動をしたいと思います。景色で食べさせようと思ったら、いつもコロスケは花より団子でした。あ、食べてる。あらららいな。食べてんの。なんか空いてた。今まで引っ張って遊んどったから、で後で話が来てたら、またこっち見るやん。まだ粉残ってるよ。粉残ってる。食べて食べて。はい、粉残ってるよ、コラス。もういらん、びっくりしたから、もういらん。怖かったから、もうええわ。ごちそうさん。もういらんだよね。はい、はい。引くんやで。食後の運動をしにドッグランへ。はい、おいで。よし、行こう。おいで。はい。はい、チーズ。はい。はい、いいよ。うん、よっしゃ、よっしゃ、どんぐりに落ちてんの。うん、今発表何してんだ。はい、走っといで。そうそうそう、痛いで痛いで。一通り運動もしたので、目的地に向かって出発します。最初の目的地である円月島が見えてきましたよ。危ない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 危
になると観光客でにぎわいます。特に季節が合うと夕日が落ちるときにこの穴を通るので絶好のシャッターチャンスですね。この子預けんの？まだ。右手に見えるのが白良浜でございます。こっから見てるんで、これかいな。食事をしている間、コロスケを預かっていただく犬御殿というホテルに来ました。この犬御殿は白良浜の真ん前にあるので、海水浴に来た時にワンちゃんを預けられるので便利です。2018年10月現在の情報ですと、犬御殿は動物愛護団体ワンライフと連携して営業をされてるそうですので、なんとなく安心です。この犬御殿はペットの一時預かりは1時間500円でした。ちなみに犬御殿に宿泊できるのはペット連れの方だけです。ご宿泊のお客様の場合、一時預かりは2時間500円、以降1時間300円になります。我が家は予算の関係から犬御殿での宿泊は断念いたしました。犬御殿のホームページは概要欄に貼っておきます。作り物と分かっていても見上げたらびっくりしそう。コロスケを預けてきたのでドレトレ市場にやってまいりました。ドレトレ市場の外にはバーベキューができる場所があります。バーベキュー場の入場料金は大人300円、子供100円です。食材は予約して用意しておくこともできますが、どれどれ市場の中で購入してきても構いません。ただし飲み物は持ち込み禁止です。バーベキュー場内で買ってください。マグロの解体ショーがあります。解体ショーの時間はホームページの Q&A に載ってあります。水槽の中にはクエやタイや小魚などもいます。それでは食材を買ってきましたので焼いていきたいと思います。でっかいから重たい。マグリ？マグリ。あ、大丈夫です。ハマグリにホタテにサンマってめっちゃ焼いてる。乗せすぎちゃう。サンマが網にくっついてしまったようです。キャー、サンマも油が乗ってて美味しかったです。貝類もええ感じに焼けてきましたので醤油を垂らしていきます。醤油を垂らすと
醤油の焼ける香ばしい匂いで一層食欲がそそられます。ホタテいただきます。熱いよ。こんなになかなか言うてくれへん。こんな時に。めちゃくちゃ美味しそうです。エビがある。いや、これこれの。いや、私だこれ。これがいいんやな。エビが一番最後美味しい。エビも焼いていきます。もっと熱くして。でも中野さん来たやろ。その時にあそこに俺この兄貴が連れてきたこの美味しいところあったや。強いから、まだこっちやん。ああ、暑い。そう、先ほど2、3時で置いてますね。何でも、何でも言ってもらえるの。それもちょうだい。最後に、買っておいたお寿司を食べます。マグロのお寿司もイワシのお寿司も美味しいです。ご飯の前はあかんけど、ご飯の時は食べて飲んだ。ごちそうさまでした。今度はホテルで食べる晩ご飯の食材とお酒を購入してきます。この後トレトレビレッジに行きコロスケを迎えに行きますが、それはまた次回にいたしとうございます。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録してもらえると元気が出ます。またねー。